はい、どうもこんにちは、かまへんです。今回の動画なんですけど、ちょっと皆様にマル秘アイテムをご紹介したいなと思って動画を撮らさせていただいてるんですけど、結構僕ダーツやってて、皆さん悩んだことある人もいるかもしれないですけど、ちょっとグリップ、ダーツのグリップですね。ちょっと僕もグリップ、やっぱりちょっと迷う時とか、ちょっとグリップのその手のコンディションってすごくやっぱ大事だと思うんですよ、ダーツって。なんですけど、やっぱ今日手のコンディション悪いなって言って、よく滑り止め使ったりとか、グリセリン仮液使ったりとかしてる方すごく多いと思うんですよ。なんですけど、ちょっとここ最近でちょっと僕、ちょっとこのマル秘アイテムですね、皆様にご紹介したいなと思って、ちょっとよかったら使ってみてほしいなと思うんですけど、グリップね、すごい悩んでるとか、ちょっとあの手離れが良くないとか、ちょっとダーツ滑るとか、いう方にすごくおすすめなのが、こちら！じゃん！これなんだ、何かっていうと、ロージン。野球のピッチャーとか、よく使うロージンってあるんですか。そのロージンが、僕が使ってるのは、本当に、ローリングスの、こういう粉ですね。パッ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 パって、この白い粉。これ白い粉になるんですけど、これを、その、ダーツするグリップ、手にこう、馴染ませて、ダーツを投げる。と、すごい、買った新品まではいかないとは思うんですけど、その、カットが削れたとしても、この吸い付き感がすごく良くて、結構ダーツがスムーズに飛ばせるので、もしよかったらですね、スポーツ用品店とか、野球コーナーとかに主に置いてあると思うんですけど、僕、今までこう野球をやってきたんですけど、その野球の時に使ってたこのロージンがですね、すごいダーツにいいっていうのを、半年くらい前からちょっと気づいて、僕、イップスにすごいなっちゃってて、その腕が出ないとか、ちょっとグリップに悩んで、そのグリップイップスになっちゃったりとか、もうすごいイップス経験してて、本当に SA に行ったり、A フライ行ったり、B フライ行ったりとか、結構波がすごい激しいんですけど、その中で、やっぱりこう、いろんなものを試してたんですね。ダーツ用品店の、なんかマジックグリップとか、いろんなところから出てるグリップの滑らないようなやついっぱい出てるんですけど、いろいろ、市販で。でも僕がいろいろ使ってきた中で、今、一番フィットしてるのがこちら。この、二重の袋にはなってるんですよ。やっぱ粉すごい出ちゃうんで。なので、その二重の袋にして、手突っ込んで、パンパンってやって、そのスローする。すごく、この、グリップするとき、僕のグリップ、こう、鉛筆持ちみたいな感じなんですよ。鉛筆持ちみたいな感じで投げてるんですけど、この金属、そのタングステンと触れる部分の吸い付きがすごくいいので、よかったら、ものは試しだと思うんで、ちょっとなんかグリセリン仮液、薬局に売ってるんですけど、そのグリセリン仮液も僕、すごくいいなと思って、ここもう本当に3年ぐらい、ずっと、こういうちっちゃいの、こういうグリセリン仮液。これもすごくいいので、よかったら使ってみてほしいなって。グリップ悩んでる方、まず1個目でちょっとまず試してほしいな、このグリセリン仮液。すごくいいです。で、プラス、ロージン。最強です。本当に、僕、この間それで、一般の福島大会の時の相方のけんちゃんと出させていただいたんですけども、本当にこのロージンのおかげで優勝したみたいな感じだったんで、よかったら本当に使っていただければなと思います。短い動画になっちゃうんですけど、グリップ、悩んでますとか、悩んだことあるとか、やっぱ、手のコンディション、例えばトイレ洗った後、手がすごい濡れちゃった状態で手拭いた後とか、あと今だと結構ね、コロナ禍でこうアルコール消毒とかするじゃないですか。そうすると手のコンディションはやっぱ変わったりとかもしますし、お酒飲んでるとかっていう時のこのグラスの水滴、僕昔本当に水滴、これ分かる人絶対分かるんですよ。その水滴つけて投げるってすごく吸い付くんですよ、ダーツ。めっちゃ手離れも良くて、吸い付いてくれてちゃんとダーツ離せるみたいな。この気持ちすごい分かる人絶対いると思うんですけど、こういうね、毎回毎回こうやるのはあれなので、このロージンさえ僕はつけてしまえば、全然1ゲーム、2ゲームの試合分ぐらいは全然持つし、またなんかちょっとなんか吸い付き悪いなって思ったらまたロージンポンポンってつければいいと思うので、ぜひぜひこのアイテムめちゃめちゃいいと思います。皆さん使ってみていただければなと思います。物は試しでね、すごい値段するわけじゃないんですけど、こっち500円ぐらい。ロージンは多分1000円以内いかないぐらいかな。このグリップをヒットするというか、その手離れも良くするというか、そのダーツにね、すごくいいアイテムのこの二つだと思うんで、ダーツグッズとして売ってるわけじゃないんですけど、この二つね、そのコストパフォーマンス、持ち運びもすごい、なんかリュック僕は常に背負ってるんですけど、リュックの中にポンって入れられるものなので、試合でも別に使っていいものなので、よかったら物は試して使っていただけると思います。ぜひね、使ってみてよかったら、よかったっていう声をいただけたらまた僕も嬉しいなと思いますし、あんまりね、こういうのって結構、
まあ、身内とかね、もしかしたら使ってる人いるかもしれないし、あ、俺もグリカリ使ってるとか、あ、俺も老人使ってるっていう人いるかもしれないですけど、やっぱこういう動画として喋ってる人って僕あんまり見たことないので、まあ、よかったら、本当にグリップ悩んでる方、向けの動画になるんですけど、よかったら使っていただければと思いますので。以上、マル秘アイテムのご紹介でした。というわけで、今回の動画少しでもちょっとためになったよとか、あ、知ってる知ってるとか、ちょっとやってみるとかっていう人は、よかったらコメントとか、高評価とかしていただけたらなと思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。コマヒンでした。バイバイ。